分け目のところからあんまり幅広くなくて、こう分け目から1センチとか 1.5 センチスライス、これをエアタッチ、そしてその下また1センチ 1.5 センチぐらいをエアタッチ、この2枚で表面の陰影感を、後ろとかもこう分け目とか生え方によってちょっと取る位置をモデルさんとかお客様とかで変わるんですけど、だいたいこっから1センチスライス1枚2枚とかこんな感じで、こっち側も一緒です。今回はブリーチを先に塗るんじゃなくて、落とした暗い毛を先に塗っていきます。1センチスライスをどかしておいて、でその下のスライスからエアタッチを、前髪があるお客様なので前髪はちょっと外して、で幅的に無理なく取れる幅で、エアタッチの持つ位置で落とす毛の量が変わってくるので、ちょっとしっかり陰影感も欲しいなって思っているので、全体10割の7、8割ぐらいのところを持って、ちょっとしっかりめに短い毛を落としていきます。